出席議員。六十二名であります。これより会議を開きます。初期に。諸般の報告をさせます。平成二十九年十二月七日。広島県議会議長。宇田真殿。広島県人事委員会委員長。加藤誠。 条例案にかかる意見について、平成29年12月7日付で、地方公務員法第5条第2項の規定により、意見を求められた次の条例案については適当と考えます。県第92号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案中、職員に関する部分、県第93号議案、市町立学校職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例、 及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案。これより日程に入ります。日程第1、県第67号議案、平成29年度、広島県一般会計補正予算から、日程第30、法第17号、 損害賠償額の決定についてまでの各案を一括上庭議題といたします。これより各案に対する質問に入ります。通告者に順次発言を許します。小形直樹君。 失礼いたしましたはい、えー、皆さんおはようございます,います自民議連の尾形直行でございます今年最後の定例会におきまして最初に質問の機会を与えていただき大変光栄に存じますとと,ともに議長をはじめ先輩同僚各位に感謝を申し上げますさて湯崎知事におかれましては先の知事選において見事参戦を果たされましたまずもって心からお祝いを申し上げます <laughs> 今回の選挙結果は、県内総生産の伸び率が国の経済成長率を大きく上回るなど、この取り組みの成果が出ていることを踏まえたものでもあり、知事が推し進められてきた施策の方向性は間違っていない、引き続き県政発展のため尽くしてほしいという県民の期待の表れであると感じています。これからも引き続き続議議会と議論し 協力し合いながら、私たちの愛するふるさとを、より住みやすい地域にすべく、切磋琢磨してまいりたいと思います。さて、今回の選挙戦で、知事が街頭演説などでよく使われ、私の胸に残ったフレーズがあります。それは、誰も置いてけぼりにしない広島県をつくるというものでした。これは、国連サミットにおいて、全会一致で採択された、サステナブルディベロップメント・ゴールズ、いわゆる SDGs、 持続可能な開発目標の基本理念である、No one will be left behind 和訳すれば、誰も取り残さないという意味ですが、それと通じるものがあるのではないでしょうか。そこで本日は、そうした誰も置いてけぼりにしない政策についてはもとより、活気あふれる広島県の実現を目指す湯崎知事の意気込みをお伺いいたします。知事の明快な答弁を期待いたしまして、早速質問に入ります。 最初の質問は、県政運営の基本方針と知事の政治姿勢についてであります。知事は8年前、人づくり、新たな経済成長、安心な暮らしづくり、豊かな地域づくりという4つの政策分野の挑戦を掲げて初当選されました。就任1年目の平成22年には、10年後の未来を展望した広島未来チャレンジビジョンを策定し、 以降これら4つの政策分野を相互に連関させ、相乗効果をもたらしながら、好循環する流れを作り出すべく、取り組んでこられたわけであります。知事はこの任期中に、まさにその10年目を迎えます。掲げられたビジョンは、どれくらい実現しているでしょうか。あまりに先行き不透明な現代において、企業においても、中長期ビジョンなどを策定することは難しいと言われていますが、 それでも何かしらの道しるべは必要であります。ビジョンのこれまでを総括した上で、仮に実現していない部分があるとすれば、それはなぜか、今後どうしていくのかなどを考えて、次の長期総合計画につなげていかなくてはいけません。冒頭でも申し上げましたが、今までの取り組みにより、結果が出ているものもあります。例えば本県の合計特殊出生率はと 全国平均を大きく上回って推移しています。また、昨年の観光消費額は4062億円と、5年連続で過去最高を更新し、さらに成長産業である医療機器等の生産額や、環境関連産業の売上高も増加してきております。一方で、平成31年度の開校を目指す広島英知学園や、広島版ネウボラなど、動き始めたばかりの施策もあり、 加えて子供の貧困対策など解決に向けて取り組まねばならない課題も山積していますさらには加速する人口減少やグローバル経済の拡大第四次産業革命の到来による社会システム全体への影響などこれまで経験したことのない課題や変化への対応も求められていますまさに県民の負託を受けた知事のリーダーシップが問われるわけでありますそこでまず 知事は今回の選挙戦を通じて、聞かれた県民の声をどのように受け止められたのか、そしてその声に対して、これからの4年間、どのように答えていかれるのか、3期目に対する思いと決意のほどをお伺いします。<laughs> 続いては4つの政策分野について、順を追ってお聞きしたいと思います。まずは1番目に掲げておられる人づくりの分野について、3点お伺いします。1点目は 今後の人口減少が進む中で、多くの人に本県に集い、活躍してもらうためには、少子化対策をはじめ、女性の活躍、働き方改革といった施策を総合的に進めていく必要があります。まさに、人づくりというビッグワードを知事がどう解釈し、政策に反映するかが問われているのです。広島県にはこれからを担う若者もいます。 これまでを築いてきた高齢者もいます、障害者もいます、文化、芸術、スポーツで活躍する人もいます。283万県民それぞれに人生があり、その一つ一つの物語をいかに魅力的にするかが、人づくりの本質だと私は考えています。行政としては、段階や状態に目を向け、それに応じた支援や政策は必要だと思いますし、後ほどそうしたこともお伺いします。 しかし、大切なのは、そうした支援や政策を受け、結果として広島県民が生み出すそれぞれの物語が、人や地域にどういう影響を与えるかであり、そこにもっと注目してほしいのであります。そこで、このような視点も含めまして、知事にとっての人づくりに向けた施策が、より大きな成果を上げるために、これからどのように取り組んでいかれるのか、知事のお考えをお伺いします。 2点目は、人づくりを進める上で最も重要だと考える教育の在り方についてであります。先月21日付の読売新聞に、教育投資に関する湯崎知事のお考えが掲載されましたが、教育支援の偏りを指摘する鋭いものでありました。この中で知事は、公的教育への投資拡大に理解を示しつつも、教育の無償化については慎重な検討が必要であること。特に 注目が集まりやすい負担軽減のみに注力するのではなく、質の向上と量的拡大にも同じように目を向けないといけないことを指摘されていました。確かに、この3点の投資バランスを適切に保つことが、総合的に広島県教育の発展につながるものであり、整備の進む広島英知学園なども、まさに質の向上や量的拡大に寄与するものであると考えます。 限られた予算、人員の中で、保護者の負担を軽減し、質も向上させ、さらには教育機会の拡充を図っていくことは、決してたやすいものではありませんが、だからこそ腕の見せどころでもあります。そこで、教育の無償化などの負担軽減等、併せて質の向上、量的拡大を進めるため、具体的にどのように取り組んでいこうとされているのか、知事のご所見をお伺いいたします。 3点目は、性同一性障害の方々への支援についてであります。近年、LGBT という言葉も少しずつではありますが、一般化してきたように感じております。私も昨年2月の定例会で、このことについて質問したところ、知事からは前向きな答弁をいただきましたし、この12月3日には、広島城を虹色にライトアップする啓発イベントにもご参加いただきました。これからも引き続きさまざまな取り組みをしていかねばならないと思いますが、 私はそもそも、施策というものは、対象者の数や課題を明確にした上で打ち出す必要もあると感じています。例えば、これはいずれ名称も変わると聞いておりますが、性同一性障害の人を支援するという施策を打ち出すのであれば、では県内に当事者がどれぐらいいて、具体的に何に困っているのかを把握した上で、事業や予算規模を検討しなくてはいけないわけで。 こうした課題に取り組んでおられる広島修道大学の川口教授からも同様のお話を伺いました。また実際に自治体でそうしたニーズ調査を行っているところもあります。<coughs> 2年前に大手広告代理店が全国7万人を対象に行った調査では、全体の,の7.6%が LGBT であるという結果が出ています。単純にこの割合を広島県に当てはめてみますと、 21万人を超える県民が LGBT ということになります。21万人です。いかがでしょうか。ピンとこない方も多いのではないかと思います。確かに調査の難しさを指摘する声があることも理解していますが、誰も置いてけぼりにしない広島県を目指すのであれば、知恵を出し合い、実態を正確に把握する努力が求められるのではないでしょうか。LGBT に関して、啓発から次のフェーズに進むには、 施策とニーズの合致を図っていかなくてはならないと思います。そして何より、私たちが目を向けるべきは、今も性同一性障害を含む性別違和などに苦しんで、不登校になったり、あるいは声を上げることすらできない子どもたちが実際にいるということです。最近、そうした子どもが電話で相談できる窓口が設置され、各学校にも周知していると聞いておりましたが、学校を訪問しても、教室にそのようなチラシも貼られておらず、 本当に問題意識を持ってて対応されているのか分かりませんもしかしたら、人は異性を好きになるのが正常であるという価値観から抜け出せていないのではないでしょうか。私も実際にそうしたお子さんをお持ちの方から切実な訴えを伺いましたが、関係者の何とかしたいという気持ちは感じても、それが空回りしているように見えるのです。歩みは遅くとも、実情を鑑みた、地に足がついた施策が必要です。 そこで、本県では、性同一性障害の方々がどれぐらいいて、そして何に困っているとお考えでしょうか。また、もしわからないのであれば、今後、詳細に把握した上で、きめ細かい対策を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。さらには、子どもの性同一性障害の対策が急がれると考えますが、どのように対応していかれるのか、知事のご所見をお伺いします。続いては、 新たな経済成長の分野に関して1点目は、中小企業、小規模企業の振興についてであります。本県経済の発展、および地域の活性化のためには、小規模企業をはじめとする中小企業の振興が不可欠であります。そのことから、今年10月、議員提案による条例を制定して、中小企業、小規模企業の振興を、県政の重要課題に位置づけ、 関係施策を総合的にに推進すす。ることにしております帝国データバンクの調査によりますと、現在、県内企業の46.2%で正社員が不足しており、特に建設業では7割を超える企業で人手不足の状況になっています。こうした中、世界は今、AI や IoT、ビッグデータなどを活用した技術革新である第4次産業革命の時代を迎えており、 適切に対応できない企業は、存続が危ぶ,危ぶまれるとまで言われております。しかしながら、県内の中小企業、特に経営資源の確保が困難であることの多い小規模企業においては、人材や経費の面で、こうした技術を導入して活用することが難しいケースも多々あるのではないかと危惧しております。そこで、本県産業の持続的な発展のためには、 県として、これまで以上に中小企業、小規模企業の振興に取り組む必要があると思いますが、新たな経済成長に向けて、どのように取り組んでいかれるのか、知事のご所見をお伺いします。2点目は、副業・兼業の促進についてであります。皆さんは、兼業や副業について、どのように思われているでしょうか。生活の足しにするために行うものでしょうか。 本業をおろかかにするなとお考えでしょうかもしかしたら、そうした考えを少しシフトする時代が来るのかもしれません。現在、フジゼロックスやロート製薬など、大手の企業でも、社員は会社の許可を得れば、副業が可能となっており、今年10月にはソフトバンクも副業を解禁しました。また、政府も働き方改革の一環で、副業、兼業の普及促進を掲げています。 では、これらが目指すものは何でしょうか。それは、労働力人口が減少する中で、優秀な人材が持つ技能を複数の企業で活用できれば、新事業の創出や生産性の向上につながることです。また、社員にとっても、新たなスキルを手に入れ、キャリアアップを図れるなど、企業と社員の双方に、ひいては国全体にメリットがあるというものです。もちろん、こうした一方で、 二足のわらじのデメリットとして、長時間労働、職務専念義務の問題、また、競合企業に機密情報が漏えいするリスク等が懸念されております。実際、本年2月に発表された民間の調査結果では、回答した企業の23%ほどしか副業、兼業を推進、または容認していないということですが、私は、人口減少社会を迎えた我が国の現状を見ますと、 二足のわらじのデメリットを探し出し、蓋をするのではなく、逆にルールの中でデメリットを軽減していき、希望する人が副業、兼業をしやすい環境を作ることが重要であると考えます。企業も社員も自らの可能性を探ることは大事であり、イノベーション立憲広島でその可能性をぜひ追求してほしいと願っておりますが、私は今年開設した多様な人々が集まる拠点、 イノベーションハブ広島キャンプスがこれらを促進する受け皿になりうるのではないかと考えております。そこで、新たな経済成長に向けた方策の一つとして、県内企業が副業、兼業しやすい環境を整備してはいかがかと考えますが、知事はどのように考えておられるのか、また、県としてどのような取り組みができるのかお伺いします。続いて3つ目のテーマ 安心な暮らしづくりについて4点お聞きいたします。1点目は、今後の安心な暮らしづくり施策の全般的な取り組みについてであります。この分野は、医療、介護、福祉に加え、いつどこで起きるかわからない自然災害への対応など、県民生活に直結する多くの人々が関心を持っている課題であります。そこでまず、今回の選挙戦で聞かれた県民の声も含めて、安心な暮らしづくりについて、 今後どのように取り組んでいこうとされているのか、知事のお考えをお伺いします。2点目は、子どもの貧困対策についてであります。決して置いてけぼりにしてはいけないものの一つ、それは子どもであります。我が国では、7人に1人の割合の子どもが相対的に貧困の状態にあると言われています。一方、今年7月に実施された子どもの生活に関する実態調査の結果速報によりますと、 広島県内では実に4人に1人の子どもが生活困難層であるという大変ショッキングなものでありました。この調査結果では、学校の授業の理解度や、朝食をとる頻度、健康状態、将来の夢などの項目について、生活困難層の子どもとそうではない子ども、それぞれの割合が示されていますが、いずれの項目も相対的に 生活困難層の子どもは厳しい状況に置かれているという実態が明らかになっております。貧困の状況下で育った子どもは、健康面をはじめ、高等教育を受けにくいなど、さまざまなハンディを抱えている影響で、大人になっても貧困の状態から抜け出せず、さらには次の世代まで貧困が連鎖していくことも指摘されています。また、貧困層の増加は、医療費の増加を含む社会保障費用の負担増にもつながるなど、 この問題は当事者だけではなく、社会全体にも大きな影響を及ぼします。子どもたちの将来のため、そして本件、ひいては我が国のためにも早急にこの問題を解決する必要がありますが、そのためには、関係機関が一体となって取り組んでいくことが不可欠であります。そこで、今回の子どもの生活に関する実態調査の結果速報をご覧になって、 本県の子どもの貧困の実態をどのように受け止め、また来年度以降、具体的にどのように取り組んでいこうとされているのか、知事のご所見をお伺いします。3点目は、民生委員、児童委員の活動に対する支援についてであります。先ほどは子どもの貧困対策について質問しましたが、それぞれの地域で、特に高齢者の皆さんがお世話になることが多いのが民生委員の方々であり、彼らは生活困窮者や、 障害者など、支援を必要とする人の把握、見守り、また、介護や子育てに関する相談相手として、さらには行政をはじめ、関係機関とのつなぎ役など、地域の社会福祉の増進に重要な役割を担っておられます。こうした民生委員の活動を支えるため、情報交換や研修などを行う地区民生委員協議会が組織されており、この協議会の活動費は、 県が負担すすることとなっていますそしてその財源は、国から県への地方交付税として算定されており、この今年度、その積算額は引き上げられて、地区協議会1カ所につき23万円となっておりますが、本県では1カ所当たり平均9万3千円程度しか交付しておりません。このため、不足する協議会活動費は、 民生委員個人に支給される活動費から会費を徴収して賄っている状態であると聞いております。とりわけ、民生委員という役を担われる方は、お金のためにやっているのではないという志の高い人が多いと私は思っており、直接こうしたことを口に出しにくい一面もあるのではないかと感じますが、だからこそ、そうした費用負担を軽減する方策を当局から打ち出していく必要があるのではないでしょうか。そこで 民生委員が今後も地域の中で積極的な役割を担いながら、子どもの貧困問題をはじめ、多様化、複雑化、深刻化する住民の課題に対応していくためにも、地区民生委員協議会への財政支援を充実して、その活動を強化していくべきであると考えますが、今後、どのように取り組んでいかれるのか、知事のご所見をお伺いします4点目は産後ケアについてであります。 県では安心して妊娠、出産、子育てができるよう、母子保険と子育て支援が一体となったワンストップサービスが受けられる、広島版ネウボラの構築を進めています。現在では、生まれてきた赤ちゃんに対しては、乳児家庭の前後訪問や面談など、手厚いケアがなされている一方で、実は一番頑張った母親に対するケアは十分われ行われていないのではないかと感じていました。 こうした中、広島版ネウボラでは、産後うつなどの予防を図るため、両親学級や宿泊型、訪問型の産後ケアなどが計画されており、私もそれらの効果に期待しているところであります。全国の例を見ますと、宿泊型の産後ケアセンターを有している自治体もあり、予約を取るのが難しい状況であるなど、高いニーズが伺えます。県内のある病院関係者から聞いたところでは、産後、頭痛や腰痛、 尿漏れ肩こりなどの症状を抱えながら育児を行っている母親が多いのですが、リハビリテーション員を受診してもらうことなどで症状が治まっているとのことでした。しかし、県内には産後の理学療法を総括的に行っている施設はまだ少なく、情報もないことから、産後だから仕方がないと諦めているケースが多いようです。産後ケアは金銭面ででのの支援も大切すすががこのように理学療法を必要とする人が リハビリ低ン院を受診しやすい環境を整えるなど、母親に対するさらなるケアが重要であり、結果、それが2子、3子への生みやすさにもつながると考えます。そこで、広島版ネウボラの中で、産後のケアサービスについては、どのように充実を図っていこうとしているのか、知事のご所見をお伺いします。続きまして、最後、4つ目のテーマ、豊かな地域づくりの分野でございます。まずは先月閉幕した 里山未来博についいてお伺いします湯崎知事の2期目を締めくくることとなった里山未来博は、先月26日をもって8ヶ月間にわたるイベントを終えました。そこでは、当初の目標を上回る参画者や来場者があったと伺っており、一定の成果を上げたものと考えております。事業効果など、詳細な分析はこれからだと思いますが、今後は中山間地域で地域づくりに取り組む人や、 活動をつなぐ仕組みを生かして、地域の活性化に向けた支援を行っていくこととされており、その効果も期待されているところであります。そこで、今回の里山未来博を実施して、良かった点や見えてきた課題、また、一過性のイベントとして終わらせないために、チーム5 0 0などをどのように活用していくのかについてお伺いします。また、今回の事業の実施を受けて、中山間地域振興に係る新たな事業を計画し、 そして来年度予算に反映させていくといったお考えはあるのか、併せて知事のご所見をお伺いします。続きまして、今後の豊かな地域づくり施策の全般的な取り組みについてお伺いします。広島県には都市部もあり、また風光明媚な海や山もあります。そうした中、3年前、瀬戸内島の輪2014、そして今年の広島里山未来博2017、 が開催されまさに海山と続きましたので次は都市部の番だと思っておりましたがちょうどこの12月9日の土曜日に広島県にも応援していただいた中四国地方では初めてとなる日本最大級のファッションイベント東京ガールズコレクションが広島市内で開催され県内外から1万人以上の方々がお越しになられまた無料通話メールアプリ LINE の同時中継を なんと国内88万人の方がご覧になるなど、非常に大きな反響がありました。これから経済効果等も発表されますが、地方創生を目的の一つにしているこの省に対して、今後、プラットフォームを活用した広島の魅力を発信する大きな可能性を感じています。もちろん、こうしたイベントだけではなく、都市部の中枢拠点性の向上、そして中山間地域の魅力拡大を、同時に図っていかなくてはいけないわけですが、 いずれにいたしましても、社会の持続可能性が低下しないよう、新たな活力を生み出していくことが重要になってまいります。本県が今後も豊かな地域として発展していくのか、それとも廃れていくのか、豊かな地域づくりは、まさにこれからの広島県の命運がかかるテーマではないでしょうか。そこでこれからの4年間で、豊かな地域づくりに向けて、どのように取り組んでいこうとされているのか、知事のご所見をお伺いします。 質問の最後は、広島市中区富士見町地区の県有地等の活用についてであります。現在の広島東警察署の移転計画は、すでに周知されているところでありますが、先月、突如、この東署と県の女性総合センター、エソール広島が建つ県有地、隣接する民有地を合わせた一帯で、多機能型のホテルを誘致するとの報道がなされました。 県からは、広島都市圏に不足している1000人規模の国際会議場の開催が可能となる会議場や、その参加者の多くが宿泊できるホテルを含む多機能複合型施設の誘致に向けた取り組みを進めるという説明がありました。さらに、エソール広島は、原爆ドーム近くの折鶴タワーに移転させる方針も明らかになりました。これらは、先ほどの質問でも触れました 広島都市圏の魅力向上に関係する大きな案件であるにもかかわらず、議論もなされないまま、いずれも決定された事項であるかのような報道が先行して、正直戸惑ったのも事実であります。担当する部局が複数にまたがっていることもあるのでしょう。先月中旬以降、これまでの短い期間に、関係する庁内の各局から断片的な情報は出てくるものの、 全体の姿が今一つ見えない状態が続きました。さらには、来年6月、広島駅北側の双葉の里地区に、700人を収容する会議場を2つ有する、広島コンベンションホールがオープンする予定であり、それでもまだ会議場は不足するのかといった疑問も残ります。そして何より、置いてけぼりにしてはいけない肝心の県民に対し、今回の施設誘致や、 各種女性団体の移転の必要性などについて説明すべきではないでしょうか。部局横断的に進めるこの案件は、知事から特命を受けた高垣副知事がプロジェクトリーダーとして指揮を執られているとお聞きしています。この問題につきましては、これから他の議員からも質問がなされると思いますが、私からは、まずエソールの移転を含めて、なぜこのように請求に授業を進めようとしているのか。また 藤見町地区に1000人規模の会議場やホテル機能を備えた複合施設が必要であるという理由をお伺いします。併せて、今後のスケジュールを含む計画の全体像と、これにより広島都市圏がどのように変わっていくと考えておられるのか、県民にも分かりやすくお伝えいただきたく、プロジェクトリーダーである高垣副知事にお伺いします。以上で私の質問を終わりますが、 今回、私は、誰も置いてけぼりにしないを一つのキーワードに質問をさせていただきました。置いてけぼりというと、社会的弱者の方を思い浮かべることもありますし、もちろん、そうした方々への温かい施策を打ち出すことは必要です。そして同時に、意欲を持ってまちづくりやビジネスなどに取り組む方々にも、力強い後押しは必要だと思っています。 景気の波に左右されない強さと他者を思いやる優しさを兼ね備え、秩序の中に進歩を求める誇り高き広島県の創造に向け、知事にはさらなるリーダーシップを発揮していただきたいと思います。そして最後に一つ要望を申し上げます。我が国には究極的に置いてけぼりにされている方々がいらっしゃいます。そう、拉致被害者の方々です。 昨日から北朝鮮人権侵害問題啓発週間が始まっており、知事も啓発のシンボルであるブルーリボンをつけていらっしゃいます。この問題は国が解決していかなくてはいけない問題であることは理解しています。しかし、その国を動かすのは私たちです。今年1月に広島で開催された拉致問題を考える国民の集いで、拉致被害者の一人、横田めぐみさんの弟さんは、 拉致の1年前まで住んでいた広島のあの時の思い出のままであったならと、今でも感じますと話されました。テレビなどで日に日にあつれていく横田さんのご両親の姿を見るたび、胸が締め付けられます。どうか、この拉致問題解決に向け、さらに強く国に働きかけてくださいますよう、最後に要望いたしまして、通算15回目となります、私の質問を終わります。ごご誠にありがとうございました 当局の答弁を求めます。知事、湯崎秀子君。え、まず、三期目の県政せい上にかかる決意についてでございます。 今回の選挙で県内の9、86市町村をくまなく埋まらせていただき、県民の皆様と直接お会いし、大変温かい励ましや応援をいただくとともに、将来に対する不安の声もお聞きしたところでございます。さまざまなお声をいただく中で、これまでの施策や取り組みをさらに推し進めるとともに、残された課題に引き続き取り組み、広島県を元気にしてもらいたいという県民の皆様の期待を肌で感じ、 責任の重大さを改めてて痛感しているところでございます。これからの4年間は、チャレンジビジョンの最終年度が含まれており、ビジョンで掲げた目標がどこまで達成できたかを県民の皆様にお示しする重要な時期となります。このため、例えば、平成26年度の県内総生産と1人当たり県民所得の伸びが全国1位になっている産業・経済面など、着実に成果が現れている部分や、 学びの変革を推進している教育など、全国的にも注目されている部分につきましては、これらの成果を定着させ、さらに伸ばし、次なる高みに押し上げてまいります。また、人口減少に伴う地域経済の縮小や、経済のグローバル化の進展によりまして、ますます厳しい競争環境に置かれる中、本県産業の持続的な成長を実現するため、 第4次産業革命を後期とした生産性革命に取り組むなど、新たな環境の変化にも的確に対応してまいります。さらに、子どもの貧困対策や、超高齢社会における医療・介護提供体制の整備、あるいは中山間地域の活性化などの政策を推進し、誰も置き去りにすることのないよう、しっかりと取り組んでまいります。引き続きさまざまな課題に一つ一つ丁寧に対応していくことで、 将来の広島県民の皆様が、この4年間があったので、今の広島県の発展があるのだと振り返っていただけるような4年間にしたいと考えております。私自身、今一度、初心に帰りまして、県民の皆様、県議会議員の皆様、あるいは市長の皆様と共に、広島で生まれ、育ち、住み、働いてよかったと、心から思える広島県の実現に全力で取り組んでまいる所存でございます。 次に、今後の人づくり施策の取り組みについてでございます。人は経済、医療、福祉、教育など、あらゆる分野における力の源泉であり、どんなに優れた資源があっても、人がいなければ力を引き出すことはできません。人づくり施策を進めるにあたりましては、一人一人が持っている能力を最大限に開花させ、 それぞれの物語を輝かせるという個人から見た側面と社会の構成員としてその健全な発展に貢献するという社会から見た側面の双方が重要であると考えておりますこのため人づくりは全ての全てに共通する基盤であるとの認識のもと、個人の可能性と幸福を追求するとともに社会で活躍できる人材を育成するため 乳幼児期から社会心までの一貫した人材育成に取り組んでいるところでございます。具体的には、一人一人の個性に応じ、乳幼児期において家庭教育の支援や質の高い教育・保育を推進する。初等・中等教育段階において、これからの社会で活躍するために必要な資質や能力の,形成能力の育成を目指した主体的な学びを展開する。 高等教育段階において、社会が求める資質や能力を身につけた高度人材を育成する、このような広島県らしい教育を推進しているところでございます。うん、さらに、次なる時代を切り開く原動力となる子どもの育成に関しましては、広島版ネウボラや学びのセーフティーネットの構築などを通じまして、生育環境の違いにかかわらず、すべての子どもが夢を育むことのできる環境整備を進めてまいります。うん また今日のグローバル社会におきましては、多様で多層な一人一人の可能性が、新たな価値の創造と活力を生むものと認識しております。このため、すべての県民が輝く環境整備を進め、それぞれが持つ可能性を最大限発揮し、生き生きと活躍することができるよう、全長を挙げて人づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 次に、人づくりを進める上での教育の在り方についてのご質問でございます。人づくりにつきましては、これまでも最重要施策の一つと位置づけ、乳幼児期から社会人まで一貫した取り組みを進めてきたところでございます。こうした中、国において進められております人づくり革命は、幼児教育の無償化や 給付型奨学金の充実などの負担軽減を実施することとされており、子育て世代の経済的負担を軽減することは、少子化対策の強化につながるものであり、また、学力はありながら、経済的な理由で高等教育への進学を諦めていた子どもの教育機会の拡大が図られることは、日本が将来にわたり、さらなる活力と競争力を創出していくためにも、強力に推進していただきたいと考えております。 一方で、保育や教育の現場では、待機児童や深刻な保育士不足が顕在化していることから、財源が限られている中で、それぞれの世代や団階に応じ、負担軽減と合わせて、質の向上と量的拡大の3つを最適化し、ベストミックスさせる必要性について、地方の声として国へ提言したものでございます。 本件といたしましては、幼児教育におけるさらなる保育ニーズへの対応や、待機児童の解消に向けた受け皿の量的拡大が必要でありますことから、保育人材の確保や保育施設の整備について、市長等と連携し、これまで以上に進めてまいりたいと考えております。併せまして、乳幼児期の教育・保育は、その後の人生に与える影響が大きいことから、 保育士の専門性を高めるキャリアアップ研修等を実施し、教育・保育の質の向上を図ってまいります。さらに、医療的拡大と質の向上につながる保育士等の給与等の処遇改善につきましては、引き続き国に強く要望してまいります。また、すべての家庭を把握することで、養育環境に課題のある子どもを早期に発見し、 適切な支援に結びつけることが重要であると考えており、広島版ネボラの構築を進めているところでございます。次に、初等・中等教育におきましては、これからの社会で活躍するために必要な資質や能力の育成を目指した広島版学びの変革アクションプランを推進しているところであり、さらにサポートする職員の配置等により、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、 その力をを最大限に発揮できる環境を整えてま,いりま,すまた、学力に課題のある児童・生徒の学力向上を図るため、児童・生徒のつまずきに応じたきめ細かな指導の充実を図ってまいります。なお、こうした新たなる行政課題への対応につきましては、財源確保の課題もございますので、引き続き課税実施権の活用も含め、検討を進めてまいりたいと考えております。 こうした取り組みや、これまで進めてまいりました、幼児期から社会人まで一貫した取り組みをより着実に実施し、一人一人が生涯にわたって、自己の能力と可能性を最大限に高める環境を構築することで、広島に生まれ、育ち、住み学んで、学んだすべての人々が、将来、広島で学んだでよかったと思える日本一の教育圏の実現を目指してまいります。 次に、今後の安心な暮らしづくり施策の取り組みについてのご質問でございます。選挙期間中におきましては、県内各地を回らせていただく中で、県民の皆様から安心して暮らせる広島県の実現への期待感を強く感じたところでございます。一方、特に中山間地域等では、高齢化の進行を改めて強く感じたところであり、安心した暮らしへの期待感の背景には、 今後ののの生活への不安や心配などがあるものと考えておりま,すまた今後、団塊の世代の方々が75歳以上となりますことから、ますます高齢化が加速し、医療や介護の需要が大きく増加していくことが見込まれております。このため、高齢化がより一層進行する中におきましても、県民の皆様が地域で安心して暮らせるよう、 地域包括ケアシステムを確立するとともに、地域における適切な医療を確保する観点も含めて、医療、福祉、介護人材の確保や育成を図るなど、信頼される医療・介護提供体制の構築にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。また、平成26年8月の土砂災害から3年が経過し、被災地域における防災施設整備などの工事につきましては、おおむね 計画通りに進捗しておりますがいつどこで起きるかわからない自然災害に対するさまざまな不安などについてご意見をいただいたところでございますこのため広島県みんなで減災県民総ぐるみ運動や8.20土砂災害の経験の伝承等の取り組みを通じた防災減災に対する意識醸成などこうした取り組みをより一層推進するとともに 計画的な防災施設の整備など、ハードとソフトが一体となった防災・減災対策に取り組み、県民の皆様の安全確保の徹底に努めてまいりたいと考えております。安心な暮らしづくりは、県民の皆様が生活を営む基礎となる重要な取り組みでございます。企業、団体、県民などの多様な主体と連携し、社会全体で課題解決に取り組み、 すべての県民の皆様が安心して生活し、幸せを実感できることができる環境整備に全力で取り組んでまいります。次に、今後の豊かな地域づくり施策の取り組みについてのご質問でございます。豊かな地域づくりにつきましては、地域の人々が地域特性や固有の資源を力と宝と実感し、磨き、発揮するとと,ともに、 多様性のある地域が連携することによる新たな活力の創出に向けまして、機能的で魅力的な都市の形成や、中山間地域の地域力強化、広島ブランドの国内外での認知、評価の向上などに取り組んでまいりました。一方、人口減少や高齢化社会の振興など、今後も社会情勢が大きく変化する中、本県が持続的に発展するためには、 引き続き続そ,れれ生き生きそのため、都市部におきましては、市長や経済界等と連携しながら、今,今定例会にご提案しております、富士見町地区の県有地等の活用など、中四国地方の中枢都市にふさわしい工事都市機能の充実強化や、個性的でにぎわいのある都心空間の創出などに取り組んでまいります。 また、中山間地域におきましては、地域ならではの資源や特性を強みとして生かしながら、地域の価値に共鳴する方々の u 愛ターンの促進や、地域の外からも定期的に関わっていただく方々を増やし、新たな担い手の拡大につないでまいります。併せて広島の魅力を表現する平和などのブランドコンセプトによりまして、 地域全体のイメージアップに取り組むとともに、スポーツ、文化などの地域資源との相乗効果を発揮して、広島の価値に対する共感の獲得と、国内外での認知や評価の向上につなげてまいります。こうした取り組みによりまして、県民の皆様一人一人が地域に愛着と誇りを持ち、国内外から魅力ある地域として選ばれる、住みやすく、 個性ある豊かな地域の実現を目指して全力で取り組んでまいります。その他のご質問につきましては、担当説明により答弁させていただきます。副知事。 高垣博之君士見町地区の県有地等の活用につきましてご答弁申し上げますまず事業の必要性でございますが中四国地方の拠点都市である広島市は 国際的知名,知名度が圧倒的に高いにもかかわらず、いわゆる、さっせん広福といわれる他の地方中枢拠点都市と比較して、国際会議の開催件数やホテルの施設数などで劣っている状況にございます。また、さらなる観光振興に向けましては、外国人富裕層からのニーズが高い、高価格帯ホテルの不足を課題と考え、ホテル事業者や 開発事業者へのヒアリングを行ったところ、複数の事業者から広島への進出希望がございました。さらに、本県の女性活動の拠点であるエソール広島につきましては、今後、大規模改修の時期を迎えるとともに、来年度で公益財団法人広島県男女共同参画財団に対する5年間の無償貸付期間が満了することから、 あり方の見直しをすることとししておりましたこうした中、広島東警察署が来年移転することとなり、駅や繁華,街繁華街からも近い都心部にまとまった未利用地が生じることから、関係局が集まり、この土地のポテンシャルを最大限有効に活用するための検討を行ってまいりました。この中で隣接民有地やソウル広島を含め 一体的な区域としし、て活用1,000人以上の国際会議も開催できるスペースとこうした会議の参加者が宿泊するのに適したホテル機能等を備えた施設の進出を受け入れる環境を整備するとともにエソール広島につきましては財団の意向も踏まえさらなる発展のため必要となる機能や利便性を目指す場所への移転を検討することといたしました。また。 取り組みを進めるにあたりましては、民間の活力やノウハウを最大限活用し、公平性・公正性を確保するとともに、県のリスクを最小としつつ、早期の進出を強く希望する事業者の受け入れ環境を整備することといたしました。未利用地の売却につきましては、原則一般競争入札とするところでございますが、この取り組みにおきましては、複数の地権者等の権利関係を 一元化するここととがが最大のの課題でありままた各権利関係者におきましても売却の意向が強いことから瀬戸内の観光振興を事業目的とした瀬戸内 DMO を構成する株式会社、瀬戸内ブランドコーポレーションが設立する特別目的会社 SPC に随意契約により財産を売却する手法を採用することといたしました。 このような随意契約につきましては、判例上も認められているものであり、この手法を採用することにより、迅速性が確保されるとともに、その後、ホテル等の運営事業者や建設事業者を公募することで、公平性、公正性を確保することができるものと考えております。また、今後のスケジュールでございますが、本定例会でご議決をいただければ、SPC と 各権利関係者が売買契約を締結して、権利関係を一元化し、SPC がホテル等施設運営事業者などの公募および選定の手続きを行い、現施設の入居者の移転が完了する来年秋以降、速やかに解体工事および施設の建設工事に入り、極力早い時期の竣工を目指すこととしております。 今回、こうした施設が進出することにより、市内の他のホテルや会議施設と連携し、さらに大きな国際会議の誘致も可能となるとともに、国内外から多くの人々が広島を訪れ、滞在し、宿泊することで、賑わいと交流が活発化し、さらなる投資を呼び込む好循環を作り出す契機の一つになるものと考えております。ここうししたことを通じまして 都心の魅力向上や工事・都市機能の充実および強化を図ることにより、広島の魅力が首都を引きつけ、にぎわいと交流を生み出すという広島都心活性化プランで掲げる目指す姿の実現に寄与するとともに、広島の都市としての競争力を強化し、国際的なブランド力を向上させることで、広島都市圏、ひいては広島県全体の活性化につながっていくものと考えております。 環境県民局長森永知恵君性同一性障害の方々への支援についてお答えいたします本県における性同一性障害の方の人数につきましては調査等による実態把握を行ったことはありませんが 推計値によれば、約1000人余り、秘得を希望する方も多いことを考慮すれば、実際にはこれ以上の人数になるのではないかと考えております。また、性同一性障害による社会生活上の困難といたしましては、トイレや更衣室等、男女を区別する場での対応、社会の偏見やありのままの自分を認められないことに対する苦痛、自分の体への違和感と、 医学的処置をめぐる悩みなど、さまざまな要素があり、さらにはそれらに起因する自傷行為や自殺願望など、深刻で多岐にわたる課題があることから、プライバシーに十分配慮したありのままの心情を相談できる体制や、医療機関等の専門的支援も受けられる組織的なサポートが必要であると考えております。また、きめ細かな対応を行うためには、個別の事情や、 本人の希望等を把握する必要があることから、相談機関や学校等と連携した相談事例の調査分析やケーススタディ等を通じて、実態把握や専門的知見の蓄積を行うとともに、どんな調査が可能かについても研究してまいりたいと考えております。子どもの性同一性障害につきましては、性同一性障害の方の約80%が、 小学校時点で性別に違和感を持つという調査結果もあり、成長段階に応じた特有の課題によって、心身への負担が過大なものとなるなど、保護者をはじめとした周辺の大人が良き理解者となることが大変重要であるため、性同一性障害に対する正しい理解と、偏見や差別の解消を目指して、積極的な啓発に取り組んでまいります。 商工労働局長崎康君中小企業及び小規模企業の振興についてお答えいたします県内の中小企業及び 小規模企業は事業者数の体操を占め雇用の受け皿としても従業員数全体の約8割を担うなど本県経済の発展と地域の活性化に大きな役割を果たしているものと認識しておりますこれらの企業が労働力人口の減少や新たな技術革新の潮流の中で持続的に成長していくためには労働力確保を含めた経営基盤の強化と 生産性の向上を図るることとが重要な課題であると考えておりますこうしたことから、労働力確保につきましては、現場の求人・求職ニーズに応じた市場分析に基づく効果的な人材マッチングにより、企業の経営基盤強化を支援してまいります。加えて、イノベーションを通じた付加価値の高い商品やサービスの創出と業務の効率化の両面からの取り組みにより、 生産性の向上を図ることとが必要であると考えておりますこのため、イノベーションの創出に向けて、AI や IoT 等を活用した企業の成長戦略に必要なプロフェッショナル人材の受け入れ支援や、先端技術の共同利用の場として、10月に開所いたしました、広島デジタルイノベーションセンターの機能充実など、第4次産業革命におけるイノベーションを生み出す人材の育成、 確保や環境づくりを強化してま,いりま,すまた、業務の効率化におきましても、デジタル技術の利活用による業務改善の余地が大きいことから、IoT の活用による現場改善や、製品開発手法を指導する人材の育成・派遣、労働生産性の低いサービス産業を対象としたクラウドサービス等の IT 導入支援などを進め、 企業の生産性を上げる取り組みを加速してまいります。今後とも急激に変化する社会情勢の動きと、中小企業等が抱える課題を的確に捉え、こうした取り組みを着実,着実に実施する中で、解決手法を適宜見直しながら、県内企業をしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。次に、県内企業の副業や兼業の促進についてお答えいたします。 労働力人口の減少が進む中、副業や兼業の普及を図ることは、柔軟かつ多様な働き方の実現だけでなく、県内企業におけるイノベーションの創出につながっていくことが期待されるものと考えております。こうした考え,の考え方のもと、県ではこれまで国や民間シンクタンクが設置した研究会への参画による情報収集や、県内企業や団体を対象とした副業解禁や 復職制度導入にについいててのヒアリングによる状況把握などを行ってきたところでございます。ヒアリングの結果、従前から副業を認めている企業がいる一方で、労働時間の管理や社会・労働保険加入などの制度的な課題の指摘や、副業への関心が高まり、本業に身が入らなくなるなど、人材の育成や活用の観点からの否定的な意見があるなど、県内企業におきましては、 副業や兼業の促進について、まだまだ慎重であるものと認識しております。また、国では今年度から、兼業、副業を通じた創業、新事業創出に関する研究会からの提言を受け、兼業、副業を通じて新事業を創出した企業や個人の取り組みをまとめた事例集による社会的機運の醸成や、創業支援者補助金を活用し、 副業・兼業を志向する企業や従業員の取り組みを後押しするセミナーの開催などに取り組まれているところでございますさらに県内では福山市が兼業・副業限定で戦略顧問を公募し自治体が副業や兼業によるメリットを体感できる全国初の取り組みを行うなど副業や兼業の県内への普及につながる新たな動きが出てきているところでございます 県といたしましては、副業や兼業の経験を通じて排出されるさまざまな価値観で自己実現を目指す人材の活躍によって、県内企業におけるイノベーションの創出にもつなが,るつながっていくものと考えており、今後は国における取り組み状況の効果なども見極めつつ、イノベーションハーブ広島キャンプスを活用した創業関係の取り組みの一環として、副業や兼業の促進をも視野に入れた セミナーの開催など、副業や兼業の促進につながる施策の方向性について、検討してまいりたいと考えております。 健康福祉局長菊間秀樹君子どもの貧困対策についてお答えいたします子どもの生活に関する実態調査につきましては暫定値ではございますが先日速報として結果を公表したところでございます この度の調査結果を見て、多くの子供たちが厳しい環境に置かれ、家庭の経済状況が学びや生活、健康面などに影響を及ぼしていることを重く受け止めているところでございます。子供の貧困は子供の生活や成長に大きな影響を及ぼすことから、今後の取り組みにあたりましては、実態調査の結果や学びのセーフティーネット構築検討事業における有識者からの意見などを踏まえ、 今まさに厳しい環境にある子どもや家庭への支援に加え、貧困の連鎖を防止するための取り組みの強化、さらには地域資源や高齢者、民生員、児童委員などの人材を活用し、多くの関係者が連携して、貧困の状態にある家庭を地域で支援する仕組みくりについて取り組むことも必要であると考えております。今後は、福祉、教育、労働など、幅広い分野の施策を重層的、総合的に推進し、 すべての子どもたちが心身ともに健やかに夢と希望を持って成長していくことができる広島県を目指してまいります。次に、民生委員、児童委員の活動に対する支援についてお答えいたします。民生委員、児童委員は、地域住民の見守りを行うとともに、生活上の問題を抱える方からのさまざまな相談を受け、行政や関係機関等と連絡調整するなど、地域において重要な役割を担っていただいておるところでございます。 近年では、子どもの貧困、社会的孤立状態にある世帯の増加、子育てと親の介護といった複合的な事情を抱える方の増加などの新たな課題への対応も求められているところでございます。また、県では地域包括ケアシステムの構築に取り組んできたところでございますが、今後、システムのさらなる強化に向け、地域で支え合うという住民意識の向上、住民参画による生活支援体制の整備などを進めていくことが必要と考えており、 民生委員、児童委員には、福祉分野の住民リーダー的な存在として、積極的にその役割を果たしていただきたいと考えております。民生委員、児童委員がこうした役割を担うためには、地区民生委員協議会において、例えば子どもの貧困の実態など、地域や社会の現状、県内外の先進的な取り組みについて、新たに検証を行うなど、その活動を充実させる必要があると考えており、財政面の強化を含めた,も含めた支援の在り方を検討し、 民生委員児童委員の活動の強化に取り組んでまいります。次に産後ケアについてお答えいたします。産後間もない母親の心身の負担を軽減することは、母親の育児肯定感を高め、子どもにとって良好な養育環境を育むうえで重要であると認識しております。広島版ネオバラ構築事業におきましては、特徴の一つとして、産婦人科や助産所において、宿泊や日帰りにより、 出産後の母親に対する心身のケアを行う産後ケア事業や、育児・家事援助ヘルパー派遣に行うサポート事業の充実を図るとともに、利用料助成による利用促進に取り組んでいるところでございます。こうしたサービスを必要とする人に適切に提供するため、ネウボラにおける産後早期の面談の機会を通じ、産後うつや日常生活に支障のある身体の不調などを早期に発見し、早期支援につなげていくこととしております。 今後は精神科や理学療法の専門家などと連携していく仕組みづくりも重要であると考えており、広島版ネオバラ構築モデル事業推進会議におきまして、専門家の意見を伺いながら、産後早期における医療機関との連携方策につきましても検討し、さらなる産経やの充実に努めてまいります。 地域政策局長小寺博史君里山未来博の総括,総括についてお答えします広島里山未来博2017は 将来のリーダーを発掘、育成するとともに、中山間地域の価値に共鳴する多くの人たちが地域を応援し、外からも定期的に関わることによって、持続的な地域づくりにつなげていくことを目的として実施したものでございます。本年3月から先月末までの約8ヶ月間の期間中、豊かな自然環境や豊富な農産物に恵まれた中山間地域に、 多くの関心が寄せられ、約400万人もの方々に訪れていただきましたことに、大きな手応えを感じているところでございます。また、期間中に実施しました志応援プロジェクトなどを通じて、プロジェクトの参画者は目標の2倍を上回る約1万2000人に上り、中山間地域の取り組みに主体的に関わろうという意識、意欲ある方々が、 このように多くおられることは、今後、地域振興の重要な推進力になるものと再認識したところでございます。こうした方々の取り組みの一例といたしましては、これまでなかなか進まなかった茶畑の再生について、地域内外の多くの人の参画を得て実現させ、販路の開拓につなげたもの、害獣として駆除された 鹿やイノシシの皮を製品に加工しビジネス機会の拡大につなげたものなどのさまざまな取り組みが実施され参角者の地域づくりへの意欲が高まっているところでございますこうした地域を支えていこうとする皆様の熱い思いを一過性で終わらせることなく今後の中山間地域における活力の原動力につなげていくことが何より重要であると考えております このため、未来博終了後も、意欲を持って主体的に活動を継続していただけるように、地域づくりに関わる人材のプラットフォームである、広島・里山チーム500の活用を促進するとともに、今後、未来博に関わられた1万人を超える参画者の中から、新たにチーム500のメンバーとして活躍できるようなリーダーをしっかりと育てていく必要がございます。 こうしたことから、今後、地域活動を継続する上で生じるさまざまな課題の解決に向けた幅広い関係機関との連携によるサポート体制の構築、より多くの方の共感を得て、新たな地域活動にチャレンジする機会の創出などにより、チーム500の機能強化を図るとともに、チーム500のメンバーによるリーダーの育成など、 実効性のある取り組みを展開し、将来に希望を持ち、安心して心豊かに、笑顔で幸せな生活を営むことができる中山間地域の実現に向けて、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 この際暫時休憩いたします午後の会議は1時から開きます